はい、ふみたんでございます。今回は菓子用具で遊ぶその2をやってみたいと思います。今回も初心者の方に分かりやすく、実際に組み立ててみたいと思います。ではね、前回の続きをやってみたいと思います。ケースをね外して実際に装着してみたいと思います。これね、ケースをね外して行くんですけれどもね、皆さんはベルトから外してください。はい、私はねめんどくさがってこの純正のねラバーベルトとカシオくんのメタルっていうね絵を取りたくて横着してケースから外そうとしてます。はい、これ外すとねプラスネジがねこんな感じなんですよね。だからねこれ付属してるネジもあるんですけれども、この純正のネジを使います。はい、でね取る時も外す時もねそっとやってください。やっぱりねネジがね舐めちゃうとダメになっちゃうんで、そこ慎重にね、多分ねこの菓子用具で一番慎重にやる部分だと私は思っています。このね2つ目も外してみます。普通に慎重にやればもう誰でもできますね。こう外してネジがねどっかになくならないように、小さい入れ物とかねお皿とかにね入れとくっていう方がいいかもしれませんね。これでパカってこれはまってるわけですよ。これをね外そうと思ったんですけれども、外れるんだと思うんですよね多分ね。でもね私もねこのねこの2100系っていうのをねカバー外すのね初めてだったんでやめときました。はい、でネジなくならないようにとかに保管、一時的に保管しておきます。で例のねこの便利なバネ棒ですね、これもすごいっすよね。これ純正でこれなんですね。でねこの出っ張ってるやつをキュッてやるだけなんですけど、あごめんなさいこれ本当に、これねこう、そうそうそう、その向きこっちからこっち、じゃあね実際にやってみましょう。出っ張ってるところを向こう側にキュッと押す、キュッと押すね、ストックを外れます。簡単ですよね。すごいねこれいいですよね。こっち側も同じようにね外してみたいと思います。でねこれ張り切ってね裏側の蓋とかも外しちゃう人いるんですけど、蓋外さないで大丈夫ですね。この出っ張ってるところを向こう側にねこうやってそうで、これを向こう側にキュッね、キュッこずれますんで、でねうまく外れない場合はこれねちょっとずらして、そうすると頭をヒュッと出してポンってね、ほんでポロッね、簡単です。はい、そしてこのね黒いカバーが本体にかぶさってるわけなんですけれどもね、こうパカッてなってるっていうよりはこう何でしょう、ちゃんとにこうシールドされてるっていう感じなんですよね。こうさすがよくできてるなと思いますよ G-SHOCK。こうねほらパカッ、これちゃんとこうそ こうパカッね、こうちょっと向いてあげるっていう感じなんですよね。パカッてこうかぶさってるだけじゃないの。でもね手でね
キュッてやって取れますんで、まあ、作業としては簡単です。むぎってむいてあげてパカッと取れますんで、うん、取れましたね。これが本体なんですね。ね、カーボンコアってやつですかね。果たしてカシオークのケースはつくのか。パカッ、やばい、ぴったりっす。おー、マジっすかってぐらいぴったりですね。ここはね、ちょっとね、私はね、どうなんだろうってちょっとね、あの怪しんでたとこなんですけど、ぴったしですよね。ちょっとね、微妙なとこありますけれども、でもね、全然十分ぴったりです。あとはね、さっき取ったネジ4つつけるだけなんですけれども、ここでね、無理やりやんないんですよね。無理やりこうやってちょっと入んないなと思ったらね、ケースとボディのその前をちょっと押してみたりね、なんか変な風になってるじゃないですか今。だからこう本体の方の穴来てないんですよね。だからちょっとギュッとね、今トコッと入りましたもんね。でちょっと入れてみるね。でね、全部ね閉めちゃわないでください。ここで大体のとこまでいけたなっていうところでもう全然平気です。こう上に乗っけてみて、穴のところにちゃんといってるかどうかね。でメスがねすぐ来てれば、もうすんなり何事もなく入ります。で、入んないなってグイグイやってると、あの山が壊れちゃうんで、あのね、すごくね、そこね、あの重要なポイントだと思います。こうギュッと押して、またネジをポロッと入れてみてね、これすんなりもう乗っかってますもんね。で入ったと、だから一個ずつちゃんと締めていきます。でもね、思いっきりギュッてやんなくて大丈夫ですよ、これも。うん、ぼちぼちのところまで止まればそれで OK です。うん、無理やりね締めるとね、やっぱ壊れちゃうんで OK ですね。装着どうでしょうね。えもうね、いろんなね、画像とかいろんなので皆さん見てると思いますけど、本物ね、いいっすよこれね。純正のこのラバーでもかっこいいんじゃないかなってちょっと思ってます。これどうでしょう、こういう感じかっこいいっすよね。ちょっと両方ね、こうどうです、ちょっとこれもこれでかっこよくないですか。結構いいっすよね。ね、これもいいかなってちょっと思ってます。はい、これねワンタッチなんでね、気分を変えてこの遊ぶのも面白いですよね。そういうのも楽しみの一つなんじゃないかなと思います。でね、問題のねプレスをね装着してみましょう。溝のあるところにポコってね、溝のある方からこの出っ張りのところを入れるような印象ですよね。うん、ちゃんと動いてますね。そうで、溝のない方側っていうんですかね、それを下側にして、先にスルッと入れるようなイメージで、上のその出っ張ってるところを押すと。うん、を押すね。ちょっとね、私は精密ドライバーでやっちゃいましたけれども、付属のねやつで十分できると思います。でもう一個も同じように
溝が切ってる方からこう入れるわけですよね。スルッと。でね、製品としてはね、こう硬いとかね、硬くて入んないとかね、ブカブカとかそんなのはなかったですね。意外とちゃんとしてました。こう入れた後にこのバネ棒自体がね動きづらいとかね、そういうのもねなかったですね。ちゃんとしてました。はい。でまた下側ちょっとね、ここボケちゃってすいません。下側から入れて、で上側のピンがついてる出っ張ってるやつをこうやる、ポコってで入ってるかどうかちょっとこうね、ギュッギュッてやってみて試してみてください。どうです？ねえ、どうでしょう。いいっすよね、かっこいいっすよね。かっこいい。ねえ、いいっすよ、これかっこいいな。こういう感じ。ねえ、ね、だベルトはまあさっきも言ったんですけど、このジョイントのね、その開閉度が低いっていうか狭いので、ね、置くときにね、まあ、一般的なこうステンレスベルトみたいにはできないわけですけれども、まあこれはこれでいいですよね。ちょっとね、このバックルのところも全部取り付けてやってみたいと思います。これね、これね、ロイヤル、例のやつにね、言っちゃまずいのかな、例のやつにね、そっくりみたいな、まあそっくりなんですけど、実際だけど意外とね、オマージュっていうよりはこれはこれみたいな感じしましたね、私は。これはこれでなんかカシオでこういうのもう出しちゃえばいいのになってちょっと思ったりもします。繋いでみましょう。結構ね、作り自体はね、ちょっとまとめますとね、全然使える感じでした。はい。なんかね、ひどくてね、こうダメとかね、全然合わなくてね、削んないと入んないとかね、そういったことは一切なく、そのままポンでいけます。あとね、見た目もね、悪くはないっすね。雰囲気ね、10万円ぐらいの時計みたいな、感じに思っててくれればいいのかな、と思います。こう、順番あるんですけどね。まあ、これはいいっすよね。どうでしょう。意外と、かっこいい。ねえ。いかがだったでしょうかね。ちょっとね、参考になればと思いますね。私はね、結構気に入ってますね。ちょっとね、寸法だけちょっと見てみていいですか。 G-SHOCK、まあ、G-SHOCK として考えた場合45だったら十分小型なのかな。今度はね、立ってラグトゥーでもないんですけど、ちょっと立ってね、まあ50ぐらい。やっぱね、ちょっとまあ大きいは大きいんですけど、普通にね、つけられる45だったらね、いけんじゃないかなっていうふうに思います。でね、画面が G-SHOCK なんで、もう G-SHOCK です。はい、かっこいいっす。私はね、すごくね、今回ね、これね、満足してます。はいね、皆さんもね、参考までにね、挑戦してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。またお話してみたいと思います。